ということで今週もやってまいりましたメンタルマッスル大学のお時間です。 You テトリスは好きか？僕は大好きや。朝起きたら朝テトリス、昼飯前の昼テトリス、そして夜はトリスというように前にテトリスをしまくってる。どうよ、君はやっとるかね？今日の動画はね、テトリスがすごすぎるゲームだということをバッチリ教えるから、これを見終わったらテトリスしたくなること間違いなしだからね。そんじゃいくで。その1、テトリスは抗不安効果がある。あー不安だわ不安だわ。パス飲もう。ちょっと待った、飲むの待った。それ飲むならね、テトリスするんだ。おいおいおい、それどころじゃないんだよ。こっちはめちゃめちゃ心がモヤモヤしてるんだよ。ざわつくんだよ。不安で押しつぶされそうなんだよ。テトリスどころじゃないんだよ。まあいいからいいから、騙されたと思って一回だけやってみな。これがね、びっくりするくらい落ち着くから。みんなゾーンって聞いたことないですか？スポーツ選手とかがゾーンに入ってますねーとかいうやつね。手塚ゾーンですねーみたいなやつね。なんかめちゃめちゃ集中しすぎてもう頭空っぽになっちゃって、なんかもう何も考えてないのよ。無意識状態からの無我の境地なのよ。どう、君も経験ないかな？僕も時々こうやって YouTube 作ってる時、すごいやりたいジャンルとかテーマのもの作ってる時とか、集中してのめり込みすぎちゃって時間の感覚がなくなって、気がついたらとんでもなく時間が経ってるとかたまーにある。こういう時って本当に心が無の状態だから、不安とか思う余地が全くない。これをね、テトリスはいとも簡単に作り出せるってわけ。テトリスって最初落ちてくるのがゆっくりでしょ。でも消しまくってるとだんだんスピードが速くなってくる。そうするとやばってなってついつい集中しちゃう。うまいことできてんのよ。ちなみに知らない人も多いと思うけど、テトリスはもともと子供向けのゲームじゃなくて、ソビエト連邦のアレクセイ・バチトノフっていう科学者が軍事教育用に開発したソフトだからね。実はすごい優秀にできてんの。とりあえず不安を感じたらテトリスをやってみてくれ。その2、PTSD が軽減できる。とんでもない事件とか事故とかに遭遇したりすると、心にトラウマを抱えてしまうことってあるよね。君も何かしらのトラウマあるんじゃないかな。僕もね、子供の頃は野良猫だったからね、大変でしたよ。近所のでかい黒猫に追いかけられるわ。トンビにさらわれそうになるわ。ヒロシにはポーツマスパクられるわ。でもね、皆さん、テトリスするとこれが軽減できるんです。例えば黒猫に追いかけられたとするでしょ。まあ興奮してドキドキしてやべえってなってるわけですよ。そこでテトリスだ。そうするとテトリスの映像が強烈に頭に残って、テトリスやってない時でもテトリスを考えるようになってきてね、頭の中のトラウマで占められていた領域もテトリスが侵略していって、そういった嫌な記憶が残ることを邪魔するらしい。オックスフォード大学の研究で出てるから間違いない。なんかトラウマ級の衝撃的な出来事があったら直後にテトリス覚えておいてくれ。その3、ダイエットにも効果がある。まあこれも最初に話したゾーンに入るってことだけど、ゾーンに入っちゃうと食べることも寝ることも忘れちゃうよね。いわゆる寝食を忘れるってやつだ。つまりお腹が空いたと思ったらテトリスをやるとお腹が空いてたことも忘れちゃうから、ダイエットには最適ってこと。ちなみにこれはプリマス大学とクイーンズランド工科大学の共同研究なんだけど、食欲の他にタバコとかアルコールとか SX とかの欲求も軽減できたそうなんで、依存できてしまう系のものにのめり込んでやめたいと思ってる人はテトリスをやることをおすすめするぞ。ただし、その代わりにテトリス依存症になっちゃうかもしれないから注意してくれ。それでは今日のまとめだ。1、テトリスは抗不安効果がある。不安を感じたらテトリスだ。ゾーンに入れ。2、PTSD の治療ができる。テトリスで頭いっぱいしろ。トラウマを追い出せ。3、ダイエットにも効果がある。あらゆる依存症を軽減する効果があるぞ。
ただしテトリス依存症に注意しろ。それではメンタルマッスル、また来週。